ジでヒュドラの一撃食らわしてやるわ。このガキ、無用が。やはりですか。あなたはその複雑な呪術文様で魔獣を操っていた。すごい技術だと思います。でもその精巧さゆえ、一部でも文様が崩れればその機能は停止するか。てめえなんてことしやがる。知らねえぞ。どうなってもこれでヒュドラは俺の制御を離れる。もう町の人間を食い尽くすまで止まらねえぞ。大丈夫よ千代ちゃん。あの魔獣はもう誰一人殺めることはない。アークがいるわ。おい待てよ。俺はあのクソ皇帝の命令に従っただけでよ。いや、エルフども何人もぶっ殺したら謝るよ。私に謝罪はいらないわ。詫びは死んでいった人たちに直接することも。待て、豪華よ。全てを飲み込み、全てを焼きほぐれ。もっとも地獄に落ちるあなたは詫びることもできないでしょうけど。目立ちたくないとか言ってるくせに、やることがいちいち派手なんだから。